この動画は茨城県の児童生徒へ向けた動画です。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校2年生の算数引き算の仕方を考えようの内容です。一緒に算数の勉強を始めましょう。こんな問題覚えていますか？おはじきが39個あります。9個取ったら何個残りますか？式は39-9。1年生の時に学習しました。答えは30です。この計算も足し算の時と同じように筆算でもできるのでしょうか？今日の問題です。めぐみさんはシールを39枚持っています。今日20枚あげました。残りは何枚ですか？一体どうやって求めたらよいのでしょう？ここで動画を止めて、式をノートに書きましょう。はじめに持っている数が39、あげた数が20、残りは何枚になるのかを求めたいので、式は 39-20 ですね。最初に考えた 39-9 の式と比べてみましょう。どんなところが違っていますか？そうです。何十を引く計算になっています。今日は何十を引く引き算はどうやって計算するのか考えたいと思います。どうやって計算したらよいのでしょう。足し算を学習した時を思い出しながら、ブロックや図を使って考えるといいですね。動画を止めて、今日の目当てと自分の考えをノートに書きましょう。どんな計算の仕方を考えましたか？他の友達はどんな計算の仕方をしたのでしょう？教科書34ページを開いてください。友達の考えを聞いてみましょう。はじめは翼さんです。翼さんはどんな考え方をしたのでしょう。次はゆいさんです。二人の考え方はわかりましたか？動画を止めて、どちらか一人の考え方をノートに書きましょう。近くにお家の方がいるときには、説明もしてみましょう。説明はできましたか？二人の説明を聞いてみましょう。翼、ブロックで考えました。39を30と9に分けます。30から20を取ります。残りは10です。バラのブロックが9あるので、10たす9は19です。答えは19枚です。ゆい、図で考えました。39を30と9に分けます。30から20を引きます。30-20 は10です。1の位に9があるので、10たす9は19です。答えは19枚になります。例えば、こんな風に、
順を追って説明できるようになるといいですね。どちらの考えも39を30と9に分けているなど、ブロックも図も説明の仕方が似ているし、足し算の時の考え方が使えそうです。もしかしたら筆算で考えてくれた人もいるかもしれません。筆算については3時間目に詳しく勉強しますね。今日の勉強はこれで終わりです。ありがとうございました。